アルヒミストとは、20世紀中頃に活躍したドイツの競争馬、シュボバ。ドイツ国立グラディッツ牧場の生産。小馬の頃から期待された馬であった。1932年にデビュー。競争成績は10戦6勝。特に1933年は、ウニオンーネン、ドクダービー、ベルリン大賞、バーデン大賞と4連勝した。 タネボバとしても1946、47年に、ドイツ主シ主母バとなった。サンクにビルク・ハーン・バーコン、シュワルツ・ゴルト・シュワルツ・ェゴールドがいる。本馬の死亡時期は1945年春とされる。侵攻してきたソ連軍兵士に射殺され、その場で食べられる無残な最後を遂げた。なお、同時期に父、ヘロルドもソ連軍により射殺されている。ビルカー・ハン・サンク。 リテラートリトロットの子に名手ボバズルムーが生まれ、ズルムーはドイツ史上最強馬と称されたアカテナンゴの父となり、さらにアカテナンゴは種ボバとしてランドを排出するなど、不系もつながり、子孫はダークロナルド系から独立したアルヒミスト系とも呼ばれる。直径は衰退しつつあるが、ズルムーを母婦に持つモンズーン、ビルクハーンを三大母の父に持つアーバンシーの子、ガリレオ、 シーザスターズらの種ボバとしての成功により、本馬の血は多くの馬に受け継がれている。ありがとうございます。